でアフレコ現場でもせーのっていう掛け声みんなで撮るときに委員長としてせーのって全部言ってくれるの。プルスウルトラ絶対、まあ、振られてるのもありますけど、とあるあの上映会で女子会があったときに女子陣にあのせーの下手くそだよねって話をされてたマジか、そんなことがあったんですか。直接言わない感じがまた女子っぽい。すげえ練習しました。リアルすげえ練習してたら、あの北江里さんとかにお、やりやすくなったじゃん、やるねありがとうございますみたいな。マジで足戸さん、足戸さんとか八尾桃さんに言われてて、あれ合わせにくい、黙ってたんだけどさあの二人ね怖いんだよ現場でもなんか裏番長みたいなさ強いっすよね。そうめっちゃいじられる、カジさんいじられてますね。なんかね、カジさんってか、カジ様って言われてるのってあの二人からだもんね。サスカジとかサスカジ先輩って呼ばれてあの二人から。しかも真後ろに座ってっから集中してんのにあいつらクソが、そっちのキャラだっけ、あれ見てんのよ、取れなさい、終わらすわ、とどろきくん、そんな子じゃない、とどろきくんレベルが違いすぎたの、レベルが、すみません、レベルが違いすぎて、それこそ申し訳ございません。私はアニメからヒロアカの世界観を知り、デクの悲しさや優しさ、強さ、オールマイトへの思いに惚れました、うん、2期での彼の成長記録やオールマイトの体はどうなるんだろうなど、今から楽しみがいっぱいです、うん、その中でレベルが違いすぎたや、バカだがアホじゃねえ、しっかりしろよ大人だろ、うん、などいつも、いると安心する心強い名言を残すトドロキ君が大好きです私はド M ではありませんが、うん、トド様にならのの知られてもいいと思うほどですお二人がヒロアカの中で つい日常を使いしたくなるセリフは何ですかということでいただきました。いや確かにトド様、トド様、トド様って僕と信彦さんは言ってますけども、ずっと言ってるね岡本くん。そうですよ、うん、僕アフレコの中時に、うん、すごく印象的だったのがレベルが違いすぎたってテストで言うじゃないですか、うん、その時にマリナさんがめっちゃ笑ってるのが見えてそうなんだよ。その時、まあ、比較的、ね、席近い場所に座ることが多かったりもして、はい、まあ、いろんな話もしたけどあの野郎あのこの言うセリフかっこいいけど言うの実はちょっと恥ずかしいんだからな。いやおよろずの野郎マリナさんが笑っててそう、あちょっと笑っていいんだっていう , 笑っていいんだよ、笑っちゃダメだよ。いやかっこいいセリフなんですけどそうだよ、やっぱりあの中でこう突然まあね、まあ、突然だけど確かにマリアさんが笑ったことによってみんながちょっとふわっとその後すごい言いにくいんだからわかるでしょその感じ。わかりますすっごい。でもあなたにもめっちゃ笑ってるしありがとうございます、両平さん、のぶくん、こんにちは。こんにちは。私は父が買ってくる少年ジャンプを弟と毎週読んでいます。その中で最近僕のヒーローアカデミアの母ちゃんが好きです。あ、ありがとう。ヒーロー向きの派手な個性を使いこなし、あ、個性の使いこなしもその他もやれば何でもできてしまうけど時に泣いちゃうかっちゃんが大好きですと。へえ、なんかいい感じじゃん。そうなんです、チンピラというか不良なんですね、もともと本当にひどいキャラクターなんですけど、その中でも挫折を味わうんですよ、うんうん、カジ君のキャラクターを見て、うん、天才なんですよね、カジ君のキャラクター。カジ君ですからね、サスカジって言われてます。現場でサスカジって言われてます。さすがカジさん。さすがさん。ああ、なるほど。さすカジっていうのが流行ってて、それすると、カジ君が下打ちをするって、そこまでが、まあ、一つのコーナーになってます。はい、最近サーバンプで会うんで使ってみよう。ちょっとさすカジって言っててください。はい。はい、で、その時に泣くんですよね。負けるかと思っちまったって言って、まあ。ヒルトムについて、ね、私、はい、岡崎契約、カジユキが、うん、MC を担当させていただきます。はい、お願いします。さすカジまだ何もしてないわ。さあ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 。というわけでね、急になんでスタッフさんになったんですか。いや違うの、ずっとね座れないから辛いというから持ってこうと思ったらあったから。あ、そうなの、ね、ありがとうございます、お気遣いでも。そうなんですよ、座ってゆっくりやろ、優しいな、みんな。じゃあそう、みんなで座りますかね、うん、よいしょ。もう座るっていいですよね、椅子を発明した人に感謝をしたい。さすがじ、お前言えれば何でもいいだろ、このように楽しいメンバーでお送りしていきたいと思いますが、はい、では梶裕貴さんお願いします。やめてほしてやったんで、なりてえもんちゃんと見ろ。はじまーかっこいい。あ、そうですよ皆さん、なりたいものがあったらちゃんと立ち上がってそれを見つめて頑張ってくださいね。頑張る。トドロキショートからのお願いでした。あ、ありがたい
頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな正しい。こういうパターンもあるんだね、その自分の演じるキャラクターが選ばれるっていう。いやでもね、これ僕の中でも本当に印象的というか、まあ、体育祭でね、あのデクをはじめいろんなキャラクターにこう変えてもらった後、ステインとの戦いで、ここまでなかなかそれまで感情を表に出す驚きっていなかったんですけど、はいはい、なんでこう伝わったメッセージをまた別の人にっていうのが素敵だなって思いました。確かに、いや、はい、本当にいいシーンですね。じゃあちょっとここで堀越先生のコメントもいただいています。こちらぜひどうぞ。はい、これはもう決め打ちでした。今読み返しておくと、誰なん先生、そんな言い方しない。ちょっとごめんなさい。今読み返しても我ながらいいセリフだと思います。デクからトドロキへ、トドロキから飯田へというパスがうまく決まったと自負しています。アニメで見たときはカジさんの演技も素晴らしくて鳥肌が立ちました。なんでちょっとホラーみたいなテンションで鳥肌の感じが変わっちゃうから。いや、 そうです。いやでもこれは先生に言っていただけるのはね、嬉しいですね。そうですよね。まあね、やっぱ今後もそのぐらいの気持ち込めてやっていきたいと思いますんでね、はい、頑張ります、これからも。さすがしでした、はい、ありがとうございます。さすがことコメント。